4人の競争心というか、その、まあ、一緒にやっていく中で、まあ、切磋琢磨して、まあ、誰が出てもいいような感じではやってますけどね。やっぱり今だったら神久が出てて、まあ、その後僕は今ベンチに入れてもらってますけど、そういった中でやっぱ一人一人の役割があると思うし、まあ、ベンチに外れても役割はあると思いますし、そういった中で一番手出てるキーパーをやっぱりリスペクトしながら、こう試合に臨めやすくするのがやっぱその他の3人の役目だと思いますし、で逆にね、その今出てる選手が出れなくなって次の2番目の選手が出た時には、やっぱその出てた選手も同じようなことをやれるような感じの雰囲気にを作ろうと僕はやってますね。まあ、常に絶対試合出るっていうのが一番の目標にしてやってるんで、まあ、少しでもそれに近づけるように、まあ、レベル高いキーパー陣ですし、まあ、なかなか厳しいですけど、しっかりどんどんアピールして試合に絡んでいけるようにやっていきたいです。I would like to improve my skills in J1. I would like to have a good result in this season in J1. What's more, I'm focused on every time I'm focused on next game, so I don't have goal for a whole season. For whole season, I have only one goal. I would like to keep clean sheets and.I think we concede too much goals, so we should improve that. まあ今年は、去年はもうベンチ定着できなかったんですけど、今年はベンチまず定着を目標にしていきたいと思います。いや、勝つためにはやっぱりキーパーの力は必要だと思うんですよね。はい、だからそこで自分のプレーをこう試合で出せれるかっていうところで、まあ。そのいろいろな状況の中で自分のプレーを出していくっていうことは一番大事かなって思ってるんですけど。夢の実現へ。ありがとうございます。ナイスタッチ。